ろしくお願いします。さあ今日も元気に別府にやってまいりましたと言いますか、本日はこちらの日本旅館松木荘に宿泊をしております。今からね、晩ご飯アジアン屋台に行こうと思うんですが、ちょっとねアジアン屋台さんでお願いしたいことがありまして、それが何かと言いますと、ステッカーですね、当チャンネルのステッカー、これの配布企画をやりたいと思ってまして、それのお願いに行こうと思います。ステッカーの配布企画は2年前のゴールデンウィークやったかな、チャンネル登録者が5000人になったのを記念いたしまして、調子に乗って100枚ほど作ったんですけどもね、それを配布企画ということで、その時は9丁目の8丁目と北浜ハイボール酒場、この2店舗に協力いただいて、それぞれ15枚ずつ配布企画をやったんですけども、今回はね温泉祭りがあるんですよ。ですので温泉祭りの期間に合わせてこの配布企画をスタートしたいなと思ってます。でステッカーの配布についてはね、あんまり積極的に行ってはないんですよ。撮影に協力いただいた店舗とかでも全部配ってるわけではなくて、お店の方とかが興味を持ってくれた場合ですね、なんていうチャンネルですかとか、そういうふうに興味を持ってくれた方にはこちらからぜひステッカーもらってくださいということでお渡ししてるということでね、最近あんまりそういうことを言われることが少なくて、全然配布が進んでないんですよね。今回のステッカー配布企画の詳細については後ほどご説明しようと思います。配布枚数とかね、配布のルールとかね、そういうところですね。配布枚数についてはまあ、アジアン屋台でお店の方に聞いてみて、何枚欲しいって聞いてみようと思います。さあアジアン屋台はこちらの駅前通り沿いです。営業中なんで行けるでしょう、行ってみましょう。じゃあとりあえず生ビールと小籠包、蒸しでいいですか、蒸し小籠包、あと確認もらいましょうか。はい、とりあえずそのところで、はい、まず生ですね。ありがとうございます。というか今日のお通しですね、はい、寒いので今日ボルシチ作ってます。ボルシチ、はい、おー、まずね、はい、今年考えてるのは、はい、温泉祭りのタイミングに合わせてようかなと思ってるんですよ。あ、そうですね、温泉祭りが、はい、あれですか、でしたっけ、火祭りが2日なんで、2日からにしましょうか。僕のチャンネルを見て来ましたっていう風に言う人がいたら、はい、ステッカーを1人1枚差し上げていただくと、はい、そういう感じにしようかなと思ってます。前回2年前にやった時もそんな感じだったんですよ。はい、で何枚いります？ちなみに前回はね2店舗協力してもらって15枚ずつ配ったんですよ。あ、だけどそれははけたって言ってましたから、今年はね、うん、20、30枚ぐらいはあった方がいけそうな気がしますね。あ、まあまあ全然余ってもまあいっちゃいいんですけど、これ期間ってあるんですか？期間はない、もうだからあの、はけたら終わり。30枚、意外と五郎さんも見て切ってるのはいますよ。ごめんなさい、30ないですわ。
ああ、まあ、20。はい。前はどこの店に協力してください。4月2日からスタート。20枚落としていきます。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、確認です。あ、いい。味はちょっと濃いめですね。あ、いいですね。いいですね。ビールおかわりお願いします。はい、ありがとうございます。はい、確認、生姜が効いてるんですかね。スパイス的はもうニンニク、生姜、八角、胡椒の実、ローレーローレーね、ローレー、はい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 、これ八角です。ああ八角、はいはいはい。でこっちは胡椒の実です。胡椒の実、これはしかしビールが進んじゃいますね。はい、あっちちょっと濃いめですですね。はい、今度こちら食べた時はこうだから、はい、しんちゃん、はい、お待たせしました。胡椒ロンゴですね。はい、から失礼します。食べ方覚えてますね。大丈夫です。はい、元気がいきますね。蒸しパンで挟んで食べてるんですよ。好好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 ありがとうございました。よいしょ。はい、ということで今回ステッカー配布企画、アジアン屋台さんに20枚を渡ししました。で、今回のルールなんですけれども、配布開始が4月2日アジアン屋台さんの夜の営業開始よりスタート、お店に来られた方は横浜五郎の一人上手見てきましたというふうに言っていただければ、先着で1人1枚ステッカーをお渡しする段取りになっております。ステッカーが欲しいという好き者の方はぜひアジアン屋台さんに行ってみてください。